13は、ヘルクレス座にある、球状星団。ヘルクレス座球状星団、ヘラクレスグラビューラークラスター、グレートグラビューラークラスターインヘラクレスとも呼ばれる。ヘルクレス座のイータ星とゼータ星の中間の、ややイータ星よりに位置する。距離は、約2万1千百光年。数十万個の恒星からなると考えられている。1714年に、エドモンド・ハレーが発見した。 ハレーは小光ファンに過ぎないが、晴れた月のない夜肉眼で見えると記している。メシエは星を含まない星雲、円形で明るい。中心部は周辺部より明るく、1フィートの屈折望遠鏡で見えると記した。星に分離したのはウィリアム・ハーシェルで最も美しい星団。特に中心部が著しい。としている。 ジョン・ハー・シェルも何千もの星がある。木の生えたような曲線の枝が出ているとした。ウィリアム・パーソンズは、ふさかざりのような腕、周りの空間に向けて枝分かれしているとした。透明度の良い暗い観測地では、肉眼でも何とかその姿を捉えることができる。双眼鏡では丸く滲んだ、星雲状に見える。中心部まで星に分離するには、口径20センチメートル程度の望遠鏡が、 必要とされる。ジョーンズは、合計10センチメートルの望遠鏡で中心部まで分離したとしている。中心部の最も明るい星のメンバーは、赤色巨星であり、そのため中心部を注意深く観察すると赤く見えると、する人もいる。高倍率で見ると、ハーシェルやパーソンズが書いたような多数の星が流れていて、枝のような構造が見える。枝の多くは、 南西側に棚びいているとも言われる。太陽系外の天体をターゲットとしたものとしては、アクティブセティの走りとして、1974年に、プエルトリコのアレシボ天問題にある、電波望遠鏡を使って、M13 に向けて、電波のメッセージが送信された。このメッセージは、アレシボメッセージと呼ばれている。ありがとうございます。